皆さんこんにちは。環境省の浮体式洋上風力発電広報アンバサダーの五十嵐美希です。さあ、風力発電というと山の上にあるというイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実は長崎県五島市には海の上に浮かぶ風力発電があるんです。それが浮体式洋上風力発電です。わあ、これですね。すごい。これは本当に間近で見ると想像以上に大きいですね。わあ、もう今もすでに回り始めていますね。すごい迫力があります。今回はその浮体式洋上風力発電の模型を実際に作りながら、どんな仕組みで動いているのか実験をしていきましょう。それではレッツサイエンス。ではまずはこの風車が回るとなぜ電気を作ることができるのか考えていきましょう。こんなものを使います。じゃん。さあ、これは電気を通す導線というものです。で、これをぐるぐるぐるっと巻くとこんな感じになります。これコイルと言います。ではここでクイズです。このコイルに電気を流すとどんなことが起こるでしょうか。1番、磁石になる。2番、震える。3番、爆発する。さあ、どれでしょう。では実際に実験をしてみましょう。はい、このコイルの中に分かりやすいように鉄釘を入れています。そしてそこにこのコイルの両端をこのように電気が流れるように電池につないでいます。そうするとこのコイルに電気が流れます。じゃあどんなことが起こるのかやってみます。今どんな状態かというと、はい、このクリップにはくっつきませんね。では実際に電気を流してみたいと思います。やだな、爆発したら。じゃあ行きますよ。スイッチオン。さあ、今コイルに電気が流れています。そうすると、なんとクリップがこのようにたくさんくっつきました。爆発はしてないですね。ということで正解は1番の磁石になるでした。当たった人に拍手。このようにコイルに電気を流すと磁石になります。電気で磁石なので電磁石と言います。ぜひ覚えてください。では今度は反対に、このコイルの中に磁石を動かして入れてみるとどんなことが起こるか実験をしていきます。さあ、まずは材料と作り方をご紹介します。使うものはまずこの透明のこういった筒です。そして今回はエナメル線を使います。あとはネオジム磁石というとても強い磁石です。そして LED、 今回はいろんな色がありますが、皆さん好きな色使ってみてください。そしてヤスリを使います。ではまずこの透明の筒にこのエナメル線をぐるぐるぐるっとたくさん巻いていきます。ちょっと先端は LED をつけますので少しだけ取っておいて、こんな感じでぐるぐるっと巻いていきます。さあ、こんな感じでぐるぐるぐるっとたくさん巻いていきます。はい、そしてこのエナメル線を巻き終わったら LED をつけていきます。で、その時にこのエナメル線の膜を剥がすためにこのヤスリでこすって、このこすった部分とこの LED の足が2本あるんですけれども、両端をこのようにつないでいきます。そしてできたものが
こちらです。じゃーん。さあ、ここにぐるぐるっとエナメル線が巻いてあって LED が取り付けられています。そしてこの透明の筒の中にはさっき用意したネオジム磁石が入っています。では今からコイルの中で磁石がこのように動きます。そうするとこの LED がどうなるのか、ちょっと電気を暗くします。それでは、はい、今何が起きたかというと、この磁石がコイルの中でザッと動くと、このコイルに電気が流れます。その電気によってこの LED が光ったということなんです。で、このことを電磁誘導と言います。これで電気を作ることができるんです。風力発電はこの発電機が中に入っていて、羽が回るとこの発電機が動いて電気を作ることができるんです。では今度はこの発電機を動かすために、この羽をどうやったら回すことができるのか、このままだと風を起こしても回りませんよね。じゃあこれどうしたら羽を回すことができて、さっきの発電機を動かすことができるんでしょうか。じゃあちょっと羽のこの部分をちょっと折り曲げてみたいと思います。なんか風車とかもこんな感じで羽に角度がついてたりとかしますよね。すると、おお、めっちゃ回るよはい、さっき回らなかったのに、このようにちょっと羽の角度を変えてあげるだけで回るようになりました。で、風力発電はこのブレードと呼ばれる羽の部分がとっても大事なんです。実際に私が見に行った浮体式洋上風力発電もこのようにブレードの角度をこう調節したりとかしながらうまく電気を作っているという話もお伺いしました。それぐらいとっても大事なパーツなんです。それではここまでで、どうやってこの羽が回って電気を作ることができるのか分かりました。でも今回はただの風力発電ではないんです。海に浮かんでいるんです。ではどうやってこんな、しかも実物はもっと大きい風力発電が海に浮かぶのかについて実際に実験をしていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。実は浮体の中はバランスを取るために重りが入っているんです。まず1個入れました。ではこれで入れてみます。さあ、立って浮きますかね。いくよ。倒れた それではここでお知らせです。6月5日と6月12日に地産地消型浮体式洋上風力発電シンポジウムが開催されます。そこで私もこの模型などを使った科学実験ワークショップを開催しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。それではお待ちしてます。